式辞、長崎市議会議長。 本日ここに岸田内閣総理大臣をはじめご来賓閣僚のご臨席と被爆者ご遺族並びに市民の皆様のご参列の下被爆79周年長崎原爆犠牲者慰霊平和記念式典を挙行するにあたり 原子爆弾の犠牲となられた方々の御霊に通んで哀悼の誠を捧げます79年前の今日長崎に投下された一発の原子爆弾が一瞬にして町を廃墟にし多くの尊い命を奪いました生き残った被爆者は今なお 心と体に障害癒えぬ傷跡が残り原爆の交渉害に苦しみ健康への強い不安に苦しみ続けていますこれまで私たち長崎市民は平和の尊さ大切さを後世に語り継ぐとともに世界中の人々に 被爆の実相と原爆の悲惨さ、そして何より長崎を最後の被爆地にと訴え続けてまいりました。しかしながら今なおロシアによるウクライナ侵攻など国際秩序を大きく乱す争いが各地で繰り返されております。来年、 被爆80年を迎えるにあたり、被爆者の高齢化が一段と進む中、これまでにもまして、世界中から人々の命を奪うような争い事がなくなることを切に願うところです。平和を、ね、願う活動は、世界から戦争や核兵器がなくなるまで、 その歩みを止めることなく、次を担う若い世代によって、毎年高校生平和大使が輩出され、国内外において積極的な活動が繰り広げられています。私たちはこれからも、ここ被爆地、長崎において、最後の被爆地にと強く訴え続け、世界中の人々と共に、 手を携え、核兵器のない高級平和な世界を実現するために全力を尽くして参ることを誓います。本日の式典にあたり、原子爆弾の犠牲となられました多くの御霊のご平安を記念いたしますと,とともに、被爆者並びにご遺族の皆様の ご検証を心からお祈り申し上げまして、式辞といたします、2024年、令和6年8月9日、長崎市議会議長、前熊正直。